ユアタイムは、フジテレビ系列で2016年4月4日から2017年9月29日まで、毎週月曜日から金曜日の深夜に生放送されていた報道、情報番組である。メインパートナーはモデルで、タレントの市川社や、テーマソングは当番組のために書き下ろされた、桑田圭介の100万本の赤いバラ。2016年9月30日までの番組タイトルは、 ユアタイムあなたの時間で同年10月3日から開催された。わずか1年をもって終了となったライブ2016明日のニューススポルトに変わる番組としてスタートした。メインパートナーの市川社屋や,やコメンテーターがそもそもなんでだからなんなの本当はどうなのという3つの疑問にこだわりながらそうだったのかという気づきを得るべく 高難自在にニュースや情報を伝える。番組タイトルは視聴者にとって特別なひとときを提供するというコンセプトに由来する。政治、経済、事件、事故、スポーツに関する報道の基本を押さえながら芸能、最新ファッション、新時代のライフスタイルなど朝や昼の情報番組ワイドショーが取り上げるようなトピックも随時紹介する。なお、 平日夜のスポットニュースでは本番組の予告を放送していた。2016年9月30日までは平日夜のスポットニュース、今夜のニュースのキャスターをニュースパートナーの野島拓が同年10月3日以降は同枠の後番組であるユアタイムクイックのキャスターをマルチパートナーの竹内由加が兼務していた。2017年9月29日をもって本番組は終了した。 同年10月2日から、平日深夜最終版の報道番組としての後、番組としてザ、ザニュースアルファを開始し、月から木曜日に、椿原恵子、土曜日に、松村美桜をそれぞれメインキャスターに起用する。なお、本番組に出演していた、中村光弘、茅野美人は、引き続き同番組に出演する。番組開始の発表段階やサイトによって、故障は様々だが、 本校では番組で実際に使用されている肩書とする。当初は、ショーン・マクアードル・川上が、市川のパートナーとして、週に3日、程度 MC を務める予定だった。しかし、ショーンが一時公表していた、自身の経歴に事実と異なる内容が含まれていることを指摘する記事が、週刊文春2016年3月24日号に掲載された。これを受けて、ショーンが、 テレビラジオ番組への出演を当分自粛する意向を示したため、フジテレビでは当該号の発売日にショーンの出演を取りやめることも発表した。さらに、市川を単独 MC として当初予定していた番組の構成を一部変更。メインコメンテーターにモーリーを起用したり、各コーナーのキャスターがパートナーとしての役割をコーナー単位で分担したりすることで番組のスタートに備えた。 ちなみに、市川が放送開始後の2016年5月に語ったところによれば、ショーンは視聴者が聞きたいことを前提としてコメントに出していた。自分は本来そのようなタイプではないが、ショーンと顔を合わせる前に番組スタッフからの連絡を受けて、インターネット経由でショーンの出演取り留めを知った。このため前提を言うことが自分の課題に加わったという。 一部のニュース取材 VTR はみんなのニュースの VTR を二次使用していた。この方式は全番組の明日のニュースと全く同じである。2016年9月30日以前は各コーナーにコーナー名がありオープニング映像が流されていたが同年10月3日以降は一部を除きコーナー名が廃止されテンポアップが図られていた。以下のコーナー名は便宜的なものである。 タイムテーブルは流動的であるが、おおむね以下の順序で進行していた。放送開始から2016年4月29日までは、オープニングとエンディングに日替わりで洋楽を放送。その一方で、1日の終わりに視聴者の方々にとって、最も特別なひと時をお届けするためには、それにふさわしい音楽も必要という理由から、番組のイメージに、 最もふさわしいアーティストと見込んだ桑田圭介にテーマソングの制作を依頼。その依頼に応じて桑田が書き下ろした100万本の赤いバラを2016年5月2日放送分からテーマソングに使用している。実際には当日の放送で取り上げたニュースのハイライトや桑田の歌唱シーンなどの映像に歌詞の字幕を表示させる方法でエンディングにワンコーラスを放送。 歌詞の一節には、市川の名前も盛り込まれている。ありがとうございます。